はございます。リベロチャンネル、リベロでございます。今日は2月23日、待ちに待ったリーグ開幕戦でございます。今もアイスタへ続くこの坂道を歩いてるんですけども、やっぱりこの間川崎戦でルヴァンカップで見に行ってきたんですけど、それとは違ったまたホームでね、こう帰れる場所があるっていう、エスパルスを見れる幸せをひしひしと感じております。今日は川口プロデュースのメンバー、僕の他に3人来ますんで、後で紹介させていただきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。今シーズンもよろしくお願いします。ではオレンジのね、魂と一緒に大エスパス変わっていきますんで、はい、コロナウイルスとか流行ってますけど、それも吹っ飛ばすぐらいの勢いで、めちゃくちゃ吹っ飛ばす勢いで、はい、プロメンバーが来たみたいなんで迎えに行きます。茂木さんとメカは来たことがあるって分かると思うんですけど、一人初めて来るメンバーがいるので、大丈夫かな。やべえのがいる。やべえのがいる。いいですか皆さん、心して見てください。でん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 、あー、ひかれちゃうんだよ。大丈夫、来るとき子供とかに泣かれなかった？いや、何度見られたか。泣かれないけどみんな見るよね。でも交通整理してたお兄さんにびっくりした、びっくりしたーっつって変な目で見られて。そりゃそうだよ。大体見るらしいね。大体みんな見てた。いや、もうフリーフォトで行こうっつって。多分ね、もう今日ここにいる誰よりも目立ってると思うので、でもいいフォト、すごいよ。私さんもでも歩いてくるこの5分ぐらいでもう自分がこの顔だということを忘れてるから。ちょっと離れて歩いてもらっていいですかね。なんでよ。並ばないでもらって、他人のなんでよ。コパルちゃんとピカルちゃん。私ピカルです。嘘つけ。
買う？いや、僕悩んで、僕も悩んでるんです。じゃあ今日はあれかな、あのおじさんがグレンモルト君に勝ちロコマコ丼をごちそうしようかな。やったー。本当に申し訳ない。それはマジで申し訳ない。本当に申し訳ない。じゃあ買いに行きましょうか。行きましょう。財布持ってない。あの2階に。いいよいいよ、おじさんがごちそうしますよ。リベロさん、リベロさん。なので、あのリベロチャンネルお願いします。しっかり登録してね、みんな登録してね。まこっちゃんです。これでまこ沼ですね。まこ沼ですね。はまりましたね。右足がケンタ沼で、左足がまこ沼で、今シーズンは行きたいと思います。では一つ申請しましょう。本当にいいんですか？マジでいいですか？マジで本当にいいんですか？はい、あ、すいません、ありがとうございます。すいません、いただきます。ありがとうございます。こちらも。いやごめんなさい。いただきます。ありがとうございます。すいません、ごちそうさまです。いいよ、1点取ろう。エスポーズ、エスポーズ、エスポーズ、オレ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 
バンペイ、ネットバンペイ、ネットバンペイ。清水！清水！おい！おい！清水スポーツ！おーおーおーおある意味今ミッキーマウスに会うより興奮してる。本当にボルちゃんピカルちゃんになってみたんだけど似てる。バナバナしてる、足が震えてる。ピカルちゃんになってみたんだけど似てない。あ、目をそらした。すごいすごい、本人とご対面だ。やばい、目そらしてるピカルちゃんになってみたの。やばい、止まって似てないね、似てない。さっきピカルちゃんにはいいって言われた。あ、じゃあこれ撮ってもらっていいですか。ちょっと待ってね。あ、あー、優しい。ハートくれた。こうやってくれた。ハートハートの投げキッスを、ありがとう。応援します、これからも。グータッチ。かわいい。え、やばいね。すごいね。今日全部夢叶った。2人と撮れたし、なんか取材されたし、ね、タイの人 に、 タイの人に。すごいね。あと勝てば。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、前半は良かったんだけど、すごい良かったね。私すごい期待感あったしね、はい、前半超ワクワクした、うん、で後半も点取られるまではすごい良かったけど、良かったね、立ち上がりめっちゃ良かったね、良かった、すごい良かった。まあね、今季からちょっと新しいサッカーに挑戦してるので、うんね、でも前期より全然違う、良い、良い、あ、そう、去年なんかね、うん、結構パス回しもあまりうまくいかなかった、うん、今回ね、全然なんか超チームに行ってた。そうなんだ、うん、いやすごいなんか仲良くしてくれた。初観戦の山口さん、はい、どうですか。いや、いろんな夢が叶いました。あとは勝つだけなんで、はい、またあのチャレンジ、はい、もうまた参戦しに来ます、ね、ぜひ来てください。はい、はい、はい、2人はどうでした。いや、もう悔しい、2連敗。もう今これそうか、そうだね、そう、そうです、僕もそうでした、はい、ね、次はね、勝ちを、はい、見に、うん、私2番、ね、2番の選手好きだった。ちょっと待ってください。え、私もです。嘘、本当。私もさっきマジ恋をしましたとやだ、マジ思ってました。いやいやいや、私が先に言ったから。私の方が、私前半も始まってすぐ思ってたんです。いや私の方が先だった。いや、絶対私マジ先ですから。多分ね、もういろんな人が狙ってるから。いや、本当にもう私だって超近かったんですよ。あれ、ムロちゃんでしょ。違います、勝田優吾。あれ、違った。あ、もう違う。これ敵のです。あ、そうだ、ほら、2番誰だろう。私の勝ちです、私の。やばい、勝田優吾選手です。勝田優吾選手、はい、超近かったんです。東京オリンピックの代表候補なので、やっぱり注目していただいて、すっげえ良かった。本当に恋しましたもん、はい、プレッシャーのかけ方が好きでした恋をしました。本当に、え、嘘です、名前間違えた
そうだよ、相手のチームの2番だったよ。メカノさん、メカノさん、メカノさんより近い距離で、ね、より近くで、もうなんなら隣にいたんじゃないか。本当に今回の FC 東京戦の動画は、リベロチャンネルの方と川口プロデュースの方で2種類アップしますので、はい、どうぞどちらもご覧ください。はい、ご覧ください。お願いします。いやー、またみんな来てもらって、うん、今度こそ勝利を、はい、絶対勝利を、マジで絶対、いい試合をね見せていただきましたね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、では、この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、なんだ、うん？グッドボタン。グッドボタン。高評価。高評価よろしくお願いします。ね、ツイッターなんかもフォローしていただければ嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい。それでは本日のご視聴誠にありがとうございました。